ショウです。リョウです。クリです。よろしくお願いします。ハイキューシーズン4エピソード3行きます。うん、どうぞ。早い。視点、力点。作用点。嫌だ。嫌だ。嫌だ。上から見てるな。これ大事やな。大事やな。なんちゃら愛みたいなもんじゃん。なんちゃら愛。崩壊が。崩壊が。決勝の時のサバ強い人が。サバ強い人。覚え方雑だ。なるほど。え？テニスのステップ似てんじゃん。ああ。足を地面から離せばいいよ。テニスの基本的な動きだ。ショージャンプ。うん、ね。なるほど。PK の時のキーパー。キーパーもやるよね。ああ確かに。ポンって動いて飛んでから飛ぶっていうか。相手の蹴るタイミング。まあ先生の人も知らない人やってるんだ。やってる。ああ。俺やってた。俺も。先生あるか。とにかく話も出てる。チョレあいつ意外とチョレキラキラストレート来る。これとも読めつつあるね。コース当たった。新しい歯ブラシセット。お前の出番はまだ先のようだ。家に帰るからか。買ったんだ。でも行くかもしれないと思って。ルーティンなんだ。怖っ。ちょっと高い。打ち下ろせない。これを狙ってたらさ、うん、フリーザ監督超優秀。いやマジでそれ。いろんなとこが見られてるよ。確かに。どうだい、妖怪の子供が頑張ってるかい。妖怪多いじゃん。カラスの9番10番。確かに。何か確かに。妖怪っぽいのは若年くんのだけどね。お前もだよ。何妖怪ドリンクソイ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 豆。俺は加減を通すと決めたからな。確かにあいつはすげえ。今頃ボコボコにされてるかもしんないよ。確かに忘れてた。忘れてたな。なんかすねてるの。何何どういうこと今。だから日向に合わせたやつやっちゃって。何その速いトスの誰が打つんだよ。そうそうそう。様になってきたんじゃない、うん、スプリットステップ俺らできるかな。できる。元からできたから。二人できる。痛いぞあれ。うわあ珍しいね。いいね。4話。4話。ガンガン見るね俺たち。気合って何に？予約練習。実習はな。玉拾い以外やったって考えないでしょ。別に無理にとか。続き入りまーす。続き入りまーす。こっちゅうさんこっちってこっちなんだね。だって昼間の肉うまそう。生姜焼き白飯食いてえ。
中まで引く。腰中。さっきのまだ本気出したんですけど、イメージより普通だなって。これさ、いやだってさ、ナチュラルボーン煽りやで。ポケモンやんか。人ではない。すんごい飛ぶタイプの方あんまでかくなさそうねえクソ違いますね全日本ともらったらお前俺を見たことあんのかここに来たから見てますそうじゃねえ今までに俺の試合見たことあんのかっつってんのもう怖いっすハンジロー確かにビビってますけど参考になりますいやー気もすごいですね京都やったっけ京都そうだねいやちなみにトベオ君はなかなかトゲトゲしない一人称だけどフレーバーだいぶあこれ嫌味やな煽られました出ました京都京都出たこれが京都なんやな嫌だ嫌だ本当に本当嫌いこのひよこ飲んでる分欲しいありそうだなうんカラスじゃないのかねひよこじゃない確かに黒いもんな今の大久保だろせっかく普段できないメンバーの私もっとがむしゃらにやろうぜ熱い熱いあすまんいつもやるときはやるからさ俺はでかいだけだおいどうやってなんだお前2メートルってすんげえだろもし一つと人さんとか身長2メートルどっちかになってもらえるっつったら絶対2メートルだね2メートルなんて一番最高にマックスすげえ才能だろ確かに2メートルはすごいよなられないめちゃくちゃやこいつめちゃくちゃだよ俺外から見てて気づいたことあるんだけどかわいい客様ちょっとやってみてくんない俺に技術的なことは無理だ簡単絶対簡単なやつ最初のボールをできるだけ高くパスすんだよ君みたいにそれだけで速くて苦しいリズムが多分ちょっと楽になるそれちょこっとリズムが整うだけでデカよお素晴らしいね体勢が整えますあいいね青春一番ちっちゃいやつ一番でけえやつグリーンゲーム人気ありそうだなめっちゃ見てるそこまで読めるようになったの、ね、すごいじゃん拾われたなくしてこうぜ客層客層は金の男性確実に生まれやがったんだ体化してる、うん、決して打ちやすいものじゃないうまいうまいねー島さんはレシーブの時何を考えてますか お前は牛島さんのアドバイス求めなくていい次いつ来てくれたか分かるんですよ目で語るにも方法かこいつもカッパじゃんそれな絶対いるんだなあの性格悪いやつが天皇の顔よなんて答えたかもわかんねえ何考えてんだろうなレシーブの時
嫌だって言われた。嫌だちくさ天童好きやな。あ天童が一番好きかもしれない。大癖かと思ってたけど全然いいやつ。いやいいやつやから。そういうタイプいるよね。お前でしょ。俺。いい監督だな。うち日本代表やもん。確かに。ショーかぶってんの。夏目や影山のセットアップで打ってたスパイカーがチームに戻ったからあれってならないといけたな。なるじゃん。なるでしょ。なるフラグじゃん。誰誰ならとか言っちゃうんじゃないの。発令機生まれるねそれね。ありそうじゃんじゃないの。ご趣味さんなら言っちゃうんじゃないの。褒めるぞ。スパイカー面白かったっすね。皆さんこそすげえチャンスっす。せやろ。俺がセットで打てへんやつらただのこっつおびこうさんってどういう意味ですか。そのままの意味真面目ですからね。ええ声に教頭読みやすいってこと。いやー、猛者たちだ。この4人が今後ね、関わってくるんだ。全国大会。全国よ。練習のうち。可愛く見てきた。何でもない。じゃあ。なになになに。頑張れ、ことしたんじゃない。影山のことしたんじゃない。影山研究。おー。おー、テスト期間以外は。お前は中学の時に厳しさ。してなかった。合宿編でございました。なるほどね。ちょっとこのペースで見ていきましょうか。いやもう見たいもん。もう見たい。もう次全部見ようはい、というわけで本日もありがとうございました。